はい、どうもリプサルトのまさきです。エイブです。さて、本日はぷよぷよの対決の続きを行いますが、前回テストプレイで負けまして、私としては非常に危機感を感じております。こんなに差ありますよ。だって仮にですけど、はい、今月はリプレイバリーマンで3回あるんですよ、はい、これ同率になるわけじゃないですか。最悪最悪最悪。これはね、全然納得いってない。放送事故じゃないです。でもこう YouTube だからといって厚さ喋ればいいとは俺は思ってない。YouTuber とか合衆でこうカットして厚さ喋ってるからやってますけど、僕は別に YouTuber ではない。喋らないこの無音は無音で、間がちゃんと大事っていうのをやってきた。間が大事。これゴーストノートです。うんですよね。さて、ただいまですね、リプデリバリーの対決シリーズ、リプライデーでは、過去の楽曲のメモリアルトークを行ったアーカイブしております。さて、じゃあ、早速やりますか。はい。いきますよ。キャラ変えるんですか？あ、どうしようもない。変えましょう。あなた、名前も分かってないキャラクターじゃない。それもちょっと今弱かったんで。カーバンクル。これ、リンゴちゃんがいきます。リンゴちゃん、はい、強そうですね、リンゴちゃん。違われたら弱そうでしょうね。じゃあ、リスクマ先輩。リスクマ先輩。お相手いたします。相手開始。ほら、学校ですよ。ちょっと待って、ちょっと待って。二人とも学校にいますよ、うん、これはずっと。制服と、これじっくり返してね。あ、そうなんですね。これ、キャラって関係あるのかな。その答えは分かってない。これもテンションでしょ。テンション。テンション上がるか下がるかでしょ。どういうことですか。このキャラにしたら。あ、間違えた。あ、やっちゃった。じゃあそうすると僕リモちゃん知らないんで、ね、あのテンション上がんないですね。めっちゃ声低い。めっちゃ声低いじゃん。いや、なんか同じこと見たいです。でもすごい上手い人とかは多分あ、もちろん早いんだよね、きっとね、落とすの。確かに、シシ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 あいにちょっと強いですよ。ちょっとね。あ、出直してきます。全然大成功。実験大成功です。もしかしてこのセリフが違うだけ。なんか降りてきやすい色とかあるんですかね。てかお前ちょっと落とすの早くない？それ。いや、ちょっとこれはあんまり考えてないです。ちょっとそれ最初は考えてる。ずるいよ。最初は考えてる。ずるい。もっとペース守ってください。あー、もうこれダメだよね。あー、これもうダメだ。これもうどうしたらいいんだ。
待ってるの君、そのたくさんこう。いや、なんか意地悪されてるんですよ。ぼーっとしたところに、あ、これ、アブリック大破。ダメだ、なんかこれはもうダメな気がしてきた。そうだね、なんかちょっといい感じじゃない、これ。今コントローラーで逆回転できることは今知りました。ここからちょっと俺反撃開始じゃない、これ。もしかして、これだ、積みすぎて。これ積みたんじゃない、これ。そんな感じなの？手直してきます。キッチン大成功。キッチン大成功。やばいですこれ。リップディリバリーマンデー始まって以来のやばいですこれ。いやー、気を感じてますね。ですね。ということで、7勝5敗となりました。じゃあ次週どうなるか、はい、来週も病棟で対決しようと思います。まだいでした。まゆみでした。